村俊博、年齢なんと3歳。下村俊博32歳。26の時にプロデビューを果たした異色のボクサーだ。一般的にボクシングの世界において26という年齢は決して若くはない。そして32になって今なおボクシングを続ける理由とは何か。我々は下村を追うことにした。いやいや、だからインタビューで下村の件か、これで真面目でな、うちの息子と年が2つがちゃうんかな。あ、そうですか。彼はプロで、はい、うちの息子はアマチュアだって、はい、日夜毎日練習やって減量してしんどい減量してで頑張るわけ。ただし本人にはやな、毎日のくつぱいはな、相手もお前以上に練習やってんからね。最大の敵だ。そのために厚着のサウナスーツを着込み、体中の水分を絞り出す。後日我々は下村にいろいろとインタビューをしてみることにした。はい、いらっしゃい。
減量を無事パスしたボクサーは試合直前、フルーツゼリーや柑橘系の飲み物と体に負担のかからないものを口にする。試合を直前に控えた下村に徐々に緊張感が漂い始める。将来的なことが大きいが、やはり彼は第一にボクシングが好きだからなるだろう。4月に再び日本ランキング入りをかけ試合が決まった島村、彼のボクシング人生はまだまだ続く。